すみません、遅れました。東京西美大から来た斉藤です。どうも、こんにちは、なるみです。どうも、はじめまして。学生課の掲示板を見て来てくれたことやね。はい、どうぞこちらに。失礼します。モデルのバイトは初めてかな。はい。いいからね、緊張しないでね。あの、ちょっと失礼な質問になってしまうかもしれないんですけど、うん、本当にヌードにはならなくていいんですよね。もちろん、ちゃんとバイトの要項のところにもそう書いてあったでしょ。よかった。そんなことを心配してきたんだ。まあそういうことを不必要に強要する先生も多いからね。そういうゴキちゃんたちが。ゴキちゃん。まあ特に某大学の N 島教授なんてね。もしかしてそれうちの大学の。僕の先生でもあったんだけど、一回ぶん殴ったことあったりして。本当ですか。まあまあもう時効ですから。すごい。じゃあポーズ決めちゃおうか、うん、楽にしてね、うん、もう目線はこの辺がいいかな、うん、あとはそうだね、うん、いいじゃないか。あの、これ上着も脱がなくていいんですか。いいってば。そういうことがしたいんだったらガールフレンドの1人や2人、3人や4人いますよ。そんなにいたらまずいか。じゃあ今、頭から書いていくよ。はい。体自由にしてていいからね。あ、はい。今眉毛描いてるよ。まつ毛描いてるよ。いから描いちゃったね。いからやっつけていこうね。よ、今ほっぺた描いてるよ。それいちいち言ってくれるんですね。描いてるよ。じゃないとさ、緊張しちゃうでしょ。今鼻描いてるよ、はい、小鼻描いてるよ、はい。あ、ごめんね、今唇描いてるから動かないでね、はい。ちょっと失敗しちゃったな。そうだな。あ、やっぱりこれ脱ぎますか、ね、ボタンのサイズがもうちょっとどっちかだったらいいんだけどね。まあまあちょっといい、これだったら羽織ろう。この上からですか。画家に二言はないんです。こんななんだよ。これをこの上から着るんですか。モンベル。いや、ブランドは知らないですけど。山に登った時かな、母が山に登った時から着ます。これ、着れますかね。大丈夫。あ、いいじゃない。これでいいんですか。なんか水道の検診とかする。嬉しくないです。いやいや、労働者の香りがする、うん、プロレタリアートだね。私は今回書きたかった素材ではそれはません。まあ先生がこれでいいならいいですけど。先生がそれでいいならとかいう鋭いこと言われちゃったな。それじゃダメだよね、やっぱり。え、もう一枚貼ろう。え、ちょっと本当にですよ。え、この何なの一体。こんなのあったよ。はい、なんだろうね。リバーシブルかな。これをこの上から切るんですか。まだこの下なら分かりますけど。この上から。芸術だからね、間違いしない。切れないと思いますよ。いや、切れるけど芸術だから ね、 それね。芸術だからとか、そんな芸術なんてことは簡単に使いたくないんだけどね。私もまだ自分でも芸術が何か分かってないからね。私も、はい、簡単には伝えてない。いいじゃないか、うん、素晴らしい。これ変じゃないですか。いやいや、すごいよ。ミルフィーユみたいだよ。そうが重なり合ってる。プロレタリアートから一気にブルジョワジーに転換した直後の様態だね。様態、うん、つまりそのまま電車に乗ってもおかしくない。いや、おかしいでしょ、これ電車乗ったら。まあでも、ね、先生にお任せします。じゃあもうお任せしちゃう。はい。いや、もう無理ですよ。もう無理ですって。これだって暑いし。それ MA1 じゃないですか。本格的な軍物のやつですよね。レプリカだから。いや、いやレプリカでも分厚いですもん。これが一番上なんだから分厚いことは関係ないじゃん。なんか向こう見てよ。いや、向こう見てなくてもいいですけど。切れます。はい、来ました。じゃあ、はい、素晴らしい。ブルジョワジーから一気に MA1 に。これの印象しかないんじゃないですか。ああでも一瞬で瞬早い。これ足が早いな。いや、もう無理ですよ。いやいや、これね、今ね、今ね、今豚みたいだよ。
ひどい女性に対して。じゃあこのままだとね。じゃあ脱ぎますよ。じゃあ豚を超えちゃうみたいな。大丈夫だよ、ちょっと待ってね、ちょっと任して。大丈夫、まだ無理ですよ。でもじゃあ MA1 ってだってあともうあと1枚羽織れるって意味だよ、 MA1 ってね。 MA くだらないですよ。ちょもう無理だよ、パンパンだもん、暑いし。もうなんでまた2着も持ってきてるんですか。でこのタイトな革ジャンは絶対無理ですよ、これ。タイトな革ジャン、わって言った。わっていうか。じゃあこっち着れるじゃん。無理です。じゃあこれ着れるじゃん。やだ。じゃあ先生これ着ちゃう。いや別に先生着なくていいですよ。これ着ちゃう。あ、もう着ちゃった。何ですかそれ、知らないです。なんで見せたんですか、私。いやもうやだ、無理。ディーゼルだよ、ディーゼル。え？ディーゼルだよ、これ。ブランドは、もうブランドの問題じゃないんですよ。もう無理です。だってもうパンパンだもん。暑いし。パンパン？なんで反応したんですか。ちょっと待って、こんなただね、インナーだから、M1 なんで。これ究極のアウターでしょ、これ。やだ、もうやれば。じゃあ、じゃあ、ディーゼルで、ほら、一応見て、一応ね。はい、いや、ディーゼルでも、だから、やれ、やめましょう。早く着ろよ。着なさい。バイトのとこにだって、そんな書いてなかったんだからね。ヌードは書かなくて言ってたけど、服着なくていいとは書いてなかったんだからね。最初に来た時だってヌードのことばっかり言ってたけど、服着せないでくださいとは言ってないんだから。それはこうなっちゃうよ。それはなんだよ、それはこうなっちゃうだ、バカ野郎。畜生。ミシミシ言ってる。私にかけっていうのかい。それは話が違う。来ちゃったよ、うちのクローゼットのもの。ゴミしかないよ、あとカスしかなかった。もうすごいよ。わかりまして。寂しいもんだよ、うちのクローゼットなんか。これに比べてすごいね、女の子ってね。女全部来ちゃうんだね。女の子関係ないよ。鬼の全部代りとはこのことだね。か、うん、何言ってんですか。さっき早く書いてくださいよ。じゃあもう、いやもういいんだよ。はい、終わったんだよ、もういいの。はできたんだよ。あなたもね、私はね、日本で芸術や学ぼうとしてる学生だったらね、私が人物が描かないことぐらい覚えてきなさいね。さあ、今日のこれって。私もね、ゴキブリの一匹だったんだよ。ディーゼルのポケットにバイト代入ってるからさ、さすがに疲れたよ。この辺